いや、まあ、前半から自分たちのボール持ちながらというか、まあ、チャンス作りながらなかなか点取れない感じで、まあ、本当守備ボール持ちながらのミスで、まあ、カウンターとかそういう、まあ、コーナーキックになって、まあ、失点だったんで、まあ、本当自分たちのミスですし、まあ、僕自身もすごくこうもったいないゲームに自分たちでしたかなっていうのは、はい、思います。ただ失点以外は高い集中力を保って守備もされていたと思うんですが、いかがでしょうか。まあ、そこがね、なかなかゴール決めきれないんでこういうゲームになりますし、まあ、サッカーってこういうものなので、こういうゲームでもここ最近勝ててたのが、まあ、今日のゲームでは勝てなかったっていう部分で、まあ、やっぱり力のなさを感じますし、ああいう、まあ、失点ですけど、そこも失点になるまでの形がやっぱり自分たちでそういう風にしてるかなと思うので、まあ、しっかり僕含めて修正したいなと思います。次節は名古屋戦です。次節に向けて一言お願いします。いや、まあ非常に大事なゲームになると思いますし、まあ、向こうもね、勝ち点縮めるために頑張ってくると思いますし、まあ、自分たちは連敗しないようにすることを常に考えながら今年1年やってきた中で、まあ、連敗してないのでこの順位にいると思っているので、まあ、本当次がすごく大事なのでしっかり切り替えてやりたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。